はい、というわけでガッツンでーす。今日は軽く向かいます。皆さん見てください。お願いします。こっちのフェリー乗ってます。すごい。鴨池港から垂水港まで約40分から45分ぐらいかかるんですって。めっちゃ遠いよね。そして桜島が見えてきました。すごい。久々に乗りましたね、垂水フェリー。うわあ、すごい桜島が映ってますよ。うわ、皆さん見てください。すごい。垂水上陸です。すごい。今日は曇ってます。そして紅葉館に着きました。すごい。チャリンコできましたよ。あー、皆さん見てください。貸し切りです。貸し切りです。すごい。さあ入りますよ。うわー、暑いんだけどね、めっちゃめちゃ気持ちがいい。すごい。うわー、源泉が出てきました。すごい。そして出てきました、ソア堀の内です。久々に来ました。まず朝日スーパードライブ飲みます。ふぅ、うまっ。そして唐揚げを食べますよ。すごい。うわっ、うまっ。あっつ、うわ、暑い。めっちゃ見てください。めっちゃめちゃ暑そうでしょ。でも美味しいです。うわー、わってジューシー。うわー、すごい。はい、食べますよ。うん、うまっ、うまっ。最高。チャンネル登録お願いします。インスタグラムもお願いします。